騙されたと思ってお前これやってみろお前。飛ぶぞ。Typical. It would have to go and start raining, wouldn't it? Come on, let's get a move on.はい、それでは今回もやっていきたいと思います。 Come on, let's get the move on. Come on. これは分かりますよね。行きましょう。そしてこの部分、文法的にもちょっと難しいような気がするんですが、ちょっと見ていきたいと思います。まあ意味的にはこんな意味、先を急ぎましょうという意味なんですが、詳しく見ていきたいと思います。 Let's get、 これでゲットしましょうっていうのは分かると思います。まあゲットしようといっても手に入れるっていう意味だけではなくて、英語のゲット実は奥がそこそこ深い感じがするんですが、こんな感じ、苦労変化動き、こういったものを表すだけでもゲットというのはよく使われます。そして何をゲットするのかといったら、これ a move、 行動ですよね。行動をゲットしよう、そしてその後に on、 これが追加情報として move にべっちょりとくっついています。この状況をゲットしようというわけなんですが、この on 何にくっついているのか、これ前置詞だったらこの後に名詞が来るんですが、副詞として使われると何も来ません。ただ on っていうくっついたイメージだけを、まあ、ニュアンスとして加えることができます。何にくっついているのかといったら、こんな感じ、言わなくてもわかるような話の流れ、これに on するというニュアンスがあります。こんな感じです。行動を on、 くっついた状態にする、これは何にくっついてるかといったら、先ほど言った通り、言わなくても分かるような話の流れにこんな感じ、この状態をゲットしよう、要するに行動を話の流れにくっつけて進めていく、この状況をゲットするということです。なので先に進めましょう、話を先に進めましょう、先に進もうぜといった意味合いが生まれます。はい、それでは次こちらです。 Just these vines to climb, you'll nearly be there. Vine というのはツタ、 Just these vines、 単にこれらのツタと言った後に to climb、 不定詞が並びます。 to プラス動詞の原型で不定詞と言いました。この登るというのを to で指しているだけ、これって言ってるだけです。単にこれらのツタって言った後に登るっていうのを指してこれって言ってます。なので意味合い的にはこんな感じ、単にこれらのツタ登るやつだよっていうことを示しているだけです。さあ続き、 You'll be there、 Will が出てきました。 Will っていうのはこんな感じでしたね、意思予測、 You will って言った時に頭の中でバンとはっきりと見えるような感じです。何が見えているのかというと、 Be there という状態、これを見ているわけです。これから起こる出来事を予測したり、これからすることを頭に思い浮かべて、意思として何々しようと言ったわけです。この場合はあなたたちと言ってるので、まあ、予測ですよね。こんな感じ、あなたたちは Be there だろうね、山の頂上だろうねということが言いたいわけです。そして実際の文章はこうなってます。 Nearly がついてます。 Near っていうのは近い、そしてそれの副詞で Nearly になってます。 Nearly be there っていうのを、これをはっきりと見据えて言ってます。なので意味合いはこんな感じ、あなたたちはもうちょっとでそこだろうねといったニュアンスになります。はい、それではこちらです。 Don't go, losing your grip. Don't go, 進むなよ。そしてその後に追加情報で losing your grip、 ing が並んでます。 ing というのは進行形でもおなじみのあの動きを表す、この状態、この状態が追加情報として don't go に並んでます。この状態で行くんじゃねえぜ、この状態というのはグリップを失った状態で行くんじゃねえぞ、手が滑ると死んじゃうぞ、落ちるぞといったニュアンスでしょうか。This way to the top. Watch your step. まあさっきと近しい表現なんですが、 This way、 この道って言った後に to the top、 ただ並んで説明を加えているだけです。前置詞の to は到達を表します。こんな感じです。
これが the top を指しています。追加情報としてこの状態、頂上を指してこの道って言ってるだけです。なので意味合いはこの道頂上へになります。さあ続き、 watch 見ろよ。何を見ろっていうんでしょうか。見ていきましょう。 your step、 あなたの足元、あなたの足元を見なさいよっていうことは、足元に注意しなさいという意味になりますよね。そろり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 、Not much further now. Not. 何々じゃねえよ。なんじゃねえのかって言ったらこれです。これから言うことが違うぜっていうことです。こういうわけじゃありませんよ。Much further. より遠いわけじゃない。そして、マッチがついてます。たっぷりと。まだまだ遠いわけじゃねえよってことです。そんなに遠くないよ。そして、now が添えられています。今やねっていうのが追加情報でドン。だから今となっちゃそんなに遠いわけじゃないよ、心配すんなよっていうことです。頑張れよとかね。はい、こちら。Keep close to the cliffs and don't let your nerves get the better of you. Keep. 維持しろ。何を維持しろ。この状態を維持しろというわけです。崖に近い状態を維持しなさいよ。壁から離れんなよっていうことが言いたいわけです。And そしてこれだ。Don't let your nerves get the better of you. この部分も結構難しいのでしっかりと見ていきたいと思います。はい、まずはですね、let の復習をしていきたいと思います。こちらをどうぞ。さあこの刺激構文 make let make からまず見ていきましょう。 make 目的語 do というわけなんですが、実際の文章を見ていきましょう。 Mike made his son open the door。 こちらの文章、マイクは彼の息子にドアを開けさせたというわけなんですが、なんでこんな意味が生まれるのでしょうか。 Mike made、 マイクは作ったというわけです。 A を B の状態に作ったというわけです。 his son、 彼の息子を作りました。ここでピリオドを打ったらただの子作りをしたことになってしまいますが、彼の息子、 open the door、 ドア開けるというのが後ろに並びました。彼の息子の後にドア開けるが追加情報として加えられました。そうすると彼の息子、ドア開ける状態になるわけです。この状態をマイクは作ったというわけです。なので全体としてはマイクは彼の息子にドアを開けさせた、その状態を作ったというわけです。さあ続き、刺激構文 let、 let 目的語 do という形なんですが、 make の部分をただ let に変えただけなんですが、意味合いはかなり変わります。 Mike let his son open the door。 let はただ許す、放っておくというニュアンスなんですが、こちらもちょっと詳しく見ていきましょう。 Mike let、 マイクは黙認したみたいな感じです。そういった許すをどうぞどうぞと許しているわけではありません。 Mike は A に B であることを黙認した、勝手にさせといたというわけです。彼の息子がオープンドドア開ける、この状態、やはり追加情報で後ろに His son の後にオープンドドアが並んでいるだけです。この状態をただ黙って黙認したという意味です。そういった意味でマイクは彼の息子にドアを開けさせておいた、開けるのを許していた、開けるのを許したといったニュアンスになります。はい、それでは続き見ていきたいと思います。Don't let、 ほっとくなよ。何をほっとくのかと言ったら、 Your nerves get、 この状態、あなたの神経、この場合は神経なんですが、心配という意味があります。あなたの心配がゲットする、まあ直訳するとあなたの神経がゲットするというわけなんですが、これは多分心配ということになると思います。あなたの心配がゲットする、この状態をほっとくんじゃねえよ。何をゲットするのか続きを見たいんですが、この表現なんですが、 get the better of 何々、これで何々に勝つ、何々を任す、そして感情など、まあこの場合は nerve ですからこれに当てはまると思うんですが、感情などが何々を圧倒するといった意味でこの表現使われます。ちょっと例文見ていきましょうか。 She got the better of him in the game。 彼女はその試合で彼を打ち負かしたみたいな意味になるんですが、
こちら She got 彼女はゲットした。何をゲットしたのかといったら The better をゲットしたということになります。より良い状態をゲットした、これどういう意味かといったら優勢です。優勢をゲットしたということになります。そしてこの後ですね、 of 以下なんですが、 of ちょっとおさらいしていきたいと思います。 A of B でこんなニュアンスでした。過去にも出たんですが A of B、 これで一部 of 全体でした。この一部というのは全体からニョリッと出てきたような、そういったニュアンスがあるということを以前もお話ししたんですが、もともと一部は全体、お餅で言ったら飛び出た部分、そして本体の部分からニョッと出てきたような感じ、これがオブにはあるということです。 A オブ B には常にこのニュアンスがついて回るということです。ここにはもともと全体と一部の関係、そしてその全体と一部というのはつながりがもちろん感じられます。関係性があるということです。そこには緩いつながりだったり強いつながりだったり、それはその時々によって変わるんですが、とにかくつながりを感じる、この癖をつけてください。はい、文章に戻ります。 She got the better、 彼女は優勢を勝ち取った、ゲットしたということなんです。そして of がついてます。何かつながりを感じてください、彼とのつながりを感じてください、彼との関係性において優勢をゲットしたということになります。そのゲームの中で、試合の中でということです。なのでこういった意味になるんですが、ただしですね、こんなことを会話中に考えていられないのは重々承知です。理屈はこう、これが理屈なんですが、これを超えて覚えていかない表現だと私は思います。とにかく理屈でまず考える、そしてあとは理屈が消えるまで使い倒す必要が出てきます。それが表現を身につけるということにつながっていきます。頑張っていきましょう。はい、それでゲーム内のこの文章を見ていきたいと思います。 Don't let、 ほっとくなよ、何を、この状態をほっとくなよということです。 Your nerves get the better of you、 もうわかると思います。あなたの神経、怖いと思う気持ち、それがあなたを打ち負かす、この状態をほっとくなということになります。If you see an exclamation mark icon, move a little closer and press A when it changes to a little arrow in order to interact. If you see an exclamation mark icon, もしあなたがびっくりマークアイコンを見たら、何なんだよ。これだ。Move、動けという命令形です。A little closer、もう少しだけ近くということになります。これが追加情報で、動けに追加情報を加えています。もうちょっとだけ近く動けよ。 And そして Press A、 A を押せ。 When、 時の表現するよというサインが出ました。ここから時の表現が追加情報として加えられます。どんな時なのでしょうか。 It changes、 そいつが変わる、そのアイコンが変わるということです。 To a little arrow、 小さな矢に変わる。 In order to interact、相互に作用するために、これが不定詞です。 to プラス動詞の原型でも、この in order to、 これよく出るんですが、これ何のためにあるかといったら、何々するためという専用表現だと思ってください。 to プラス動詞の原型だけでもいいんです。 in order、 この部分はなくても意味は変わりません。ただ何々するためだよっていうことをはっきり言う、誤解のないようにはっきりと副詞的用法だということを相手に伝えるときに使います。なのでこの表現はよく覚えておいてください。よく使われます。全体としては、もしあなたがびっくりマークを見たら、もうちょっと近づいてね、それから相互反応するように、お互いに反応するように、びっくりマークが小さな矢印に変わるときに A ボタンを押してくださいよっていうことになります。はい、今回は少し長めになってしまいましたが、どうもお疲れ様でした。一つの動画で進む量が以前よりも増えてきたと思います。覚えた文法事項を新しい文章に思いっきりぶつけるだけです。それを繰り返すうちに必ず意識から文法が消えます。考えなくても分かるようになったら、本当に自分のものということだと思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。